アップルは日本時間の昨日夜、新製品の発表会を行い、タブレット端末、iPad などの新型モデルが披露されました。新型モデルが発表されたのは、タブレット端末の iPad Pro とノートパソコンの MacBook Air、さらに小型デスクトップの Mac Mini です。このうち新しい iPad Pro は、液晶サイズが11インチと 12.9 インチの2種類で、いずれもホームボタンがなくなり、iPhone で主流となりつつある顔認証機能が搭載されました。一方、MacBook Air は3色展開となったほか、本体が軽量化され、画面の解像度も上がっています。また、キーボードに指紋認証機能が搭載されました。いずれの製品もすでに予約の受付が始まっていて、来月7日から販売が始まります。